皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今回は犬さんと一緒に和食の里の里すき食べ放題にやってまいりました。今和食の里では夏特キャンペーンというものがやっておりまして、ご覧のようにお得な値段で食べられます。では食べ放題のメニューを見ていきましょう。時間は120分です。一応里しゃぶのメニューもご覧いただきましょう。出汁を2つ選べるみたいです。今回我々選んだ里すきはこのような感じです。値段は一緒ですね。では犬さんに作っていってもらいます。食べ方が2通りあったんですけれども、今回は本格の方でやっていきます。本格的なすき焼き屋さんだとこのような感じで中井さんがやってくれるんですかね。結構犬さんぐる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 牛脂回してますけど、これ本当は全部溶かしてよかったんですかね。でもやり方的には最初肉ですとか野菜を炒めてから割り下を入れる形でしたので、油まみれでもいいんですかね。と言ってる間に牛脂全部溶かしちゃいましたね。犬さんありがとうございます。それでは具材を入れていきましょう。しばらく調理している映像をご覧ください。いいよ。でもそれ多分解凍固まっとる。ちょっと柔らかい。とりあえず炒めるって感じ。ワイルドだな、相変わらず。バトンバトンバトン。いつもこんな感じです。私よりあなたの方がワイルドやると思うんだけど。嫌な感じだよ、炒めるところが。これ薄めだし、それが元現役。全部入れちゃう。まあ、全部、うん、おかわりできるで。どう、いい感じ。とりあえずこれを沸騰するのですか。沸騰させる。お肉は準備なしで、生の肉では専用の箸を使います。野菜ってポンと入れてるの。まあ、だしとしてさ、食べるの、うん、まあいいんじゃない、別に。どっちかというとさ、煮込むみたいなことでしょ。なるほど、うん、だから最終的にはしゃぶしゃぶで、まあドバーンでもいいし、とりあえずじゃあ強火にするわ。最初のネギは何だったんだっていう話になってきた。まあ、気にしない。よし、こんな感じで。うん。いかがでしょうか。久しぶりの肉うまいな。美味しいですか。